はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで今回の敵は微調整ケトスということで来ましたね。ケトスデッキ。今回はトルネコでケトスデッキを使ってみたいなと思います。ということで微調整ケトスということでどういうことかと言いますと、まあ、その名の通り微調整しまくってケトスの攻撃力で HP を11にしてしまおうというデッキとなっております。ということで、まあ、まず微調整カードがめちゃくちゃあるんで、まあ、キーカードとかいうカードがもうケトスくらいしか存在しないんですけど、強いて言えばまずはこのケトスくん、まあ、このカードもその名の通りケトスデッキなんで、もうその通りですよということで、まあ、ケトスくんこの子の攻撃によって HP を11にできたら、まあ、もう完全勝利、うん、それだけで勝利ができてしまうということで、まあ、HP が高いので、まあ、耐久面に関しては、まあ、即死とかじゃなければまあまあまあ1回2回は生存してくれるでしょうということで、まあ、そこはね強みということとなっております。そしてそんなケトスくんを援護してくれるカード、それがまずはこのネネ。ネネはねお宝発見のカードを5枚にできるので、力の種や幸せの種が来る確率を上げることができると、まあ、命の木の実だったら、まあ、ケトスが HP 上がるだけなんで別にって感じなんですけど、まあ、ネネの効果によって、まあ、力の種が2枚増えたりするだけでも強いですし、あと確率的にね力系が上がるカードが、まあ、増えるということなので、まあ、ネネがあることによってケトスの微調整がしやすくなっていると。そしてね一見関係なさそうに見えますが、実はコンボと相性がいいカード、それがこちら痛みやけどチュエーということで、このカードね、まあ、敵リーダーには効果はないんですけど、ユニットに全体に3ダメージを与えるということで、こちら何が強いかと言いますと、まあ、ケトスは HP が高いので痛みやけのせいではまあ死なないでしょうと、大抵の場合はね。しかしね他のユニットとなる話は別でして、まあ、ケトスは生存できますが他のカードたちはね、まあ、一掃できずともまあ 1,2 体は倒せるでしょうということで、そこにできた抜け穴を使ってリーダーに攻撃ができてしまうと。でケトスの場合ねリーダーに攻撃しなければ意味がありませんので、まあ、そこに届かない場合に痛み明けの杖を使えばね相手を一掃できてケトスで攻撃できてしまうと。あとは他の微調整たちを使うことによって、まあ、ケトスだけでワンパンしてしまうというデッキとなっております。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。おーわはー、よしやってこう。先行、そしてカードはフローラーは、そっか、そのままかで、土嵐、土嵐はな、どうだろうな、ちょっと早いか、まだテンションマックスまで上がってないんで、ここ交換でいっか。さあ、そして来るカードは、枯れ草ネズミ。まあまあ悪くないか。フローラーと相性は非常にいい気がするんで、さあ、とりあえずここは、まあテンションかな。さあ、痛み役のつい、まずはテンション、テンション、アテンションでエンド。まあフローラ使うこと考えるとダメージ与えてくれて非常にありがたいんだけど、使ってくれるかな武器。どうだ、使ってくれない。まあ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 、そこまで求めちゃいないよ。おケダモンいいね。あーどっちかな、まあケダモンでもいいんだけど、やっぱ早めにフローラからロトに変えたいんで、まあフローラかな。フローラ使ってフローラからのカードドローでエンド。さあこれで早めにケトス欲しいとこだけど、さあねね、あそれは悪くないチョイス、悪くないチョイスだけど、まあテンション、どうだろうな。フローラ、あーはいはいはい、まあそれは全然 OK と。さあフローラ、ダブルフローラで両方とも回復しつつカードをドローしていく。暑さも吹き飛びますぞ。さあここはケダモン、ケダモンすぎる。まあここは枯れ草フローラでテンションかロットどっちかな。まあロットが一番安牌であるけど、どうしようかな。ケトス来ました、いいね、これはナイス。まあそうだな、とりあえずダメージちょっとずつ与えたい気もするんで、まあここは一旦ロトに交換して、あでも待てよ、どうせテンション一旦に一回しか上げられないけど、ロトに関しては次のターンでも上げられるから、いやここテンションでいくか。うん、そこら辺もしっかりね、やっぱテンションはそうだね、一旦に一回しか上げられないんで、そこは優先していった方がいい気もする。さあそして相手どのみち回復使わない可能性もあるか、一応あるけど、まあだとしても一応ロトはまだ使わないで置いて損はない気がするんで、うん、まあ次のターン、まあここで神がメタルスライムに攻撃してきたら贈り物で、それよ、なるほど、そうきたか。あーまあ全員除去される分には構わないかな。うん、これで心得&、おっと、癒し使うってことは使わないか、その可能性もありけいと。もしくは純粋にミスったか。順番もね、うん、ちゃんと考えなきゃいけないんで、なるほど、そのパターンか。しかし、あーはいはいはい。つまりミスったと。
つまりミスったと。今ここでエマを引いたとかじゃなければ多分ミスですね。オッケーオッケー、まあ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 、まあ、もしくは薬草使うか別にいっかみたいな、そういう考え方の可能性もあるけど、エマめんどくさいな。エマがねケトスと相性悪いんで、ここでね回復されちゃうと、例えば相手の HP が15だとしても回復されちゃうと結局ね倒せないんで、まあ微調整こっち取られてくると言っても、まあそこはやっぱり相性悪いということで、武器持ってんのか、まあロト使って、ロトケダモンかな、うん、ロトを戦うでケダモン使ってって感じかな。さあ1点ダメージ、いいね。さあそしてここでケダモンを召喚します。で1点エンド。まあ、これでちょっとずつ、これで、合計3点ダメージなんで、まあ、ちょっとずつケトスには近づいていると。まあ、一見ね、全然まだ勝てそうな気はしないですけど、まあ、ケトスはもう一発で終わるんで、あ、狙い撃ちとかあったな。ケトス狙い撃ちあったらだいぶね、変わったと思うんだけど、これ7コス41で、まあ、生存率は高いけど、それ以外はちょっとあれなんで、どうだろうね。このユニットによる敵リーダーへの攻撃ってさ、反撃ダメージは含まないよね。だから、うわ、いやもうすごいな。状況がすごい。だけどこっちとはケトスのために動いてるんで、まあ、正直ケトス以外だったら何コピーされてもそんな問題じゃないね。いや、むしろケトスコピーさせた方が一番良かったかな。さあ、回復、まあそれは全然問題なしングということで、まあエマも、なるほど。盗みます。あー、でもこっちもまあそこそこいいのあんだよな。なんだろうな、でも、トライで嫌なカード、そんなでも、全体的に嫌っちゃ嫌だし、嫌じゃないっちゃ嫌じゃないから、まあ、例えば、お化けパラソルとかも嫌だし、枯れ草ネズミとかも嫌だけど、まあ、だからといって別に、それ一個で状況一変するってほどでもないんで、まあ、言うてかなって感じかな。さあ、超力、これはいいね。まあ、ここは安牌で、王女救出とネネかな。お化けパラソルって手もあるけど、どっちかな。いや、でもここは2点早めに使いたいんで、王女救出からのネネ使ってエンド。いいんじゃない？で、ケトスがあと2ターンで使えるので、そうだね。まあ、ちょっとずつよ。うん。見せつけましょう、とりあえず。もう一旦ね、一旦7ターン目まではもう適当にやってりゃもういいんですよ。正直なとこ、ケトスなんて。正直そこまでも適当にやって、ふう、やるやん。やるやん。なるほど、なるほど。デボル、なるほど。ダブルヒーロー、そちらもダブルヒーローと、なるほど。どうしようかな。まあ、全然いけないことはないんだけど、おいいね、土嵐。土わらし出します。テンションアップで5枚くるんで、ここで土わらしにだいぶドーピングしていって、余った分をネネと、あとはまあそうだな、王女救出で使ってみたいな感じかな。とっておきすぎる、待って、そりゃちょっと待って、コスト高いな。2点3点だから3枚使えばいいんでしょ。まあそうだな、とりあえず、いやでも待てよ、言っても別にこいつさ今すぐ取んなくてもよくね。今思ったんだけど、気づいてしまった男。そっか、別に今すぐ取る必要ないから、どうしようかな。まあ1コス余っちゃっても別にいいから、いや普通に王子救出ここで使って、で、1点ダメージ与える、命使う、力使う、エンド、これでいいんじゃない。いいんじゃない。まあ土嵐に使ってもよかったけど、一応ネネは生存しておいた方がまあ何かと便利な気はするんで、これでいいでしょうと。いや、これは普通に普通にいいぞ。まあ相手が痛み分け盗んでる可能性ある。だけどまあだとしても、おっと、ダークペルシャ。しかしダークペーションに関しては、まあ、1点ダメージなんで別にそこまで痛くはないと。さあコイン、まあ、2枚使ったとしても、そうだね、どうせ誰もやられない平和な世界なんで、まあまあまあ別に
ここでまあ一番あるとしたら二刀の心得とかぬすっと切りで両方除去してくるみたいな可能性あるけど、まあ別にそんくらいだったらね、コストも結構かかるし、まあ黄金兵、おっとそのパターンか。いやここまで来たらもうユニット出しまくってほしいなと思った。本当に出しまくってくれる。いやでも痛み明け使うべきか。ここそこまで言うほどじゃないよな。別にって感じなんで、うわどっちがいいのかな。まあ痛み明けもありだけど別にそんなだよね。どうせここ2体除去できるし、除去します。どうかしら。で王女救出使う。はい。で、どうしようかな。まあ、回復じゃない、テンション上げなくていいから、チーゴーレム出す、ケダモン出す、で、ケダモンでリーダーに1点ダメージからの、ベホイミに1点。これでいこう。勝利の方程式は揃った。さあ、1点ダメージからの1点ダメージでエンド。はいはいはい。まあ、順調っちゃ順調。うん、順調ではあるが、まあでも、カミュだからな、正直予想つかないんだな、動きが。動きがね、カミュって結構想像つかないから、そこが若干厄介だけど、さ、心眼一斉そうだよね、さすがに。うん。まあこれが強い、やっぱり、コイン軸のカミュ。いや、コイン軸強えな、やっぱりカミュ。ベホイミ。ただまあ、強いには強いけど、まだワンパンされるほどではないんで、まあここはもうしょうがないということで、諦めましょう。さあそして上げていきます。しかし上げていくくらいだ、問題なしングということで、はいはいはい。まあユニット出しまくった痛み焼きで、じゃなかったらなんか反応に困る、反応に困るけど、まあケトスでいいよね。ワンパンも別にできそうにないんで、相手メラゴー、まあケトス出して、このメラゴーもね、うん、微調整できるんで、さあこれでうーん、1点、うん、いやここはメラゴ守りしつつの1点ダメージでエンドします。この1点が地味にでかい気がする。っていうのもこうすればメラゴの効果によって、まあ、まずブロックしてるんでケトスを攻撃できないと。でさらにメラゴの1点によって、まあ、相手のダメージも食らうと。で、さらに、あれだね。痛み明けがあるんで、別に相手がユニット出しまくってもそんな、神業あった。完全に忘れてた。神業あったわ。カミュの神業。カミュだけに。はっ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 は。そこ突っ込んでくるか。まあ、でもコインいっぱいゲット。そっちか。ってこと考えると、まあ、そこ来るんだ。いや、待って。あれだけはやめて、本当に即死のやつ。あれがなければ本当にいいから。頼む。本当に頼む。オーケーオーケー。まあ、まだわかんない。まだわかんない。コイン。そこ使うのはまあ、いいよ。2回で頼む。2回攻撃ではないと。そして上げていきます。いや、まだある。アサシンアタックだ。アサシンアタック。アサシンアタックだったら、ワンパンされるんで、それだけはご勘弁。じゃなかったら何でもいい。まあ、おそらくそうだね。コインゲットするために使ったんで、まあ大丈夫かなと。で、痛み焼きがあるんで、こいつはもう全力できます。1回復。よし、こっから。こっからです。で、6、7コスだから、いや、でも使わない方がいいのかな、痛み焼き。確実でいくんだったら。どっちがいいと思います？これ。待てよ、今力が5枚だとしたら、9点、10点、13点で、あ、いける範囲であるな。でもここ2点だからな、2点はでかいよな。いや、ここは確実に痛み分け使って、痛み分けの中へ。さあ、まず3点ダメージ。で、王女の愛。幸せだと結構きついんだよな、ここ。で、お化けパラソル出す。で、まあ、最悪でも生存すればいいんだけど、生存率低いからな。2点でしょ？だから、これで6だから、
と待ってよ。ちょ待って待って。計算できない子出ちゃった。ちょ待って。一旦見よ。一旦見よ。9点でしょ ?5、6、あ、いけたんじゃね ?5、6、8、9で、OK。対戦ありがとうございました。こういうことやな、結局、微調整ケトス。見ました?この安定感。さあ、ケトスちゃん、よろしくさあ、来ました。僕初めて見ます。ケトス。やべ、ちょっと重い。この出ました、ラーミアとかケトスとか神様の時の重さ。時は来たれり。これね。ベロニカとセーニャのやつ。今こそ、目覚める時。大空は、お前のもの。舞い上がれ。空高く。なんだ?何かが集まっている。お?すげえ、ムービー?ムービー?まあ、ラーミアもムービーっぽいのあったけど、ムービーじゃん。ムービーじゃんっていう、コナミ感な感想だけど。へえ。いいね。ああ、出ました。この、何?究極体みたいなやつ?ケトスと同じ。動きがケトスと同じ。朝か夜かの違い。完全にそこだけ。うん。まあ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 。使い回し?あれ?あ、光った。いやはや。一件落着です。いや、一件落着ですよ、これは。ってことで終わります。バイバイ。